ピンク色の神経性線も乗り入れております。さあ、ここは千葉県松戸市 JR 常磐観光線の松戸駅です。今回はこの松戸駅から発車する常磐線、千代田線、小田急線を通して走る最短電車に乗っていきたいと思います。最短シリーズ、今回から作りを変えまして、途中までずっとヒントを出していきます。なので皆さんはそのヒントをもとに、この電車の行き先は何行きなのかを当ててみてください。さあ、ということで早速やってきました。こちらが常磐観光線、そして千代田線、あとは小田急線を通しで走る電車の最短電車となっております。この電車の行き先は何行きなのでしょうか。ちなみに松戸駅は逆入線となっておりまして、これは松戸駅とお隣の金町駅の間にある松戸車両センターから出庫する電車となっているからです。さあ、乗る電車はこちらの233系2000番台です。こちらで終点のホニャララ駅まで向かいたいと思います。皆さんどうでしょう。もう正解が分かった方はかなり知識がある方なんじゃないかなと思いますね。モザイクたっぷりのトレインビジョンで若干申し訳ない気持ちもしますが、こちらが一つ目のヒントとしましょう。小田急線内は準急運転を行うそうです。とは言っても準急っていうのは何行きであろうと準急には一応慣れますので、あんまりヒントにはならないかもしれませんね。どんどん他のヒントを参考にしてみてください。松戸駅を発車します。とりあえずヒントになりそうな車内放送を聞いてみましょう。この電車は常磐線各駅停車、地下鉄千代田線、小田急線直通駅です。さすがにまだ正解は言えません。もう少し先にヒントを出しますので、皆さんまずは予想してみてください。ということで、改めて常磐、千代田、小田急線を通して走る最短電車の旅がスタートしました。まずは松戸から綾瀬まで常磐観光線を走行します。まもなく左側に分かれていくのが松戸車両センターにつながる線路です。この電車はあちらから来ました。さて、常磐観光線は取手から綾瀬までを結ぶ路線。大半の電車が我孫子発着で、次に多いのが柏発着。松戸は車両センターがあるものの、そこまで本数は多くありません。ということで、意外と珍しい電車に乗っていることになります。ではここで2つ目のヒントを出しましょう。珍しい電車ということで、同じ区間を走る電車は平日は1日3本のみ、土曜休日は1日2本のみの運行となっております。行き先マニアの方ならわかるのではないでしょうか。常磐観光線は他の路線と比べると異質な存在。発車メロディーの廃止を行ったり、 ATO による自動運転を行ったりなど、ある意味都市部を走る路線の実験台として使われています。今後はワンマン運転も行うのだそうです。さて、まもなく電車は綾瀬に到着します。常磐観光線は次の綾瀬で終わりです。正直一瞬でした。ではここで3つ目のヒント。この電車は終点までは1時間の4分かかります。参考までに我孫子発伊勢原行きは2時間44分かかりますので、まあ、やっぱりかなり短いということがわかるでしょう。ということで綾瀬に到着。綾瀬を発車。車内放送を聞いてみましょう。今度は無修正でお送りします。次は北千住です。日比谷線 JR 常磐快速線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線はお乗り換えです。ちゃんと無修正でお送りしました。綾瀬も次の北千住も主要駅ですので、行き先や種別については北千住を発車した後に流れるようです。北千住の乗り換え案内で超高額鉄道つくばエクスプレスが出てきましたので、次のヒントを出したいと思います。この電車を通して乗った場合の運賃は IC カードを利用して651円です。ちなみに我孫子から伊勢原ですと1280円かかります。どうでしょう、3車をまたぐ直通電車にしてはかなり安いのではないでしょうか。松戸から綾瀬だけではなく、小田急線もかなり近いところで終点が来るようです。さあ、現在電車は荒川の橋を渡っております。荒川というと東部な感じが私はしますが、常磐線とつくばエクスプレスもちゃんと橋が架けられております。東京の大河川ですから橋の長さも結構長めです。東部に乗っていると北千住駅を発車した直後に渡るのが荒川ですので、そう考えると千代田線は結構ギリギリまで地上を走って一気に地下へ潜り、
最終的に北千住は地下ホームに到着するような作りとなっております。地下鉄線内はなかなか映すのが難しいですので、この辺りで映像はカット。次は一気に代々木公園まで移動します。ということで代々木公園を発車して次の代々木上原に向かっております。まもなく電車は地上に出るところです。ではそろそろ答えを出していきましょう。車内放送の英語をよくお聞きください。ということで正解は成城学園前でした。松戸始発の成城学園前行きが常磐千代田小田急線を通しで走る電車の最短となっております。皆さんはどのあたりのヒントで分かったでしょうか。知識が古い状態、特に福福線が代々木上原まで開業していない状態ですとなかなか難しかったかもしれません。さあ、まもなく電車は代々木上原に到着します。ここから最後の一車、小田急線に入ります。小田急線内はいつもの動画のように車窓に解説を加えた動画となります。簡潔で分かりやすい説明を心がけますので、皆さんこのまま最後までよろしくお願いします。代々木上原を発車すると電車は観光線に入っていきます。準急は優等電車で通過駅もあるのですが、小田急では観光線を走ることになっています。ですから途中駅で各駅停車を抜かすことはありません。上野東京ラインと京浜東北線みたいなイメージです。もともと主要駅にしか止まらないのが上野東京ラインのような急行線。駅はあるものの一部の駅を通過していく京浜東北線の快速のような観光線を走る準急。皆さんイメージはつきましたでしょうか。代々木上原の次は下北沢に停車。そろそろ電車は地下に潜っていきます。現在電車は東北沢駅を通過中です。ここで急行線と観光線が上下に分離していきます。この上下分離は後の急行線と観光線のポジション変更のためにとても重要です。地上に戻ってきました。観光線側が外側、急行線が内側となっております。代々木上原の外側にある新宿発着の線路を何とかして福福線区間の内側にある急行線とつなげたかったわけですが、それを下北沢の地下化で解決したのは素晴らしいなと思います。これは正直かなり悩んだことだと思いますので、素人ながらよくできた福福線だと感心します。小田急線の福福線区間はそんなに飛ばしては走りません。しかし意外にも各駅停車と比べた短縮効果は共同までで 3,4 分です。各駅停車は駅間が短く加減速が多くなってしまうので、それを速度は速くなくても通過するだけで随分と短縮につながっているようでした。通過駅のホームもそんなにたくさんの人が待っている感じはしなかったので、準急にしたのも正解な気がします。準急は共同からは各駅に停車。そして間もなく電車は終点の成城学園前に到着します。松戸からは1時間と4分。これを長いと見るか短いと見るかは人それぞれでしょうか。私はやっぱり伊勢原から我孫子と比べればはるかに短いのではないかなと思います。成城学園前はホームが地下にございます。また北見検釈が隣接しております。向こう側か遊園と比べると少し折り返しに手間取ってしまうため、成城学園前行きは朝と夕方から夜の運行が中心となっています。まあでも需要が特にある区間の増発ができ、上り戸方面からの電車と混雑を分散させるにはちょうど良い発着駅です。終点の成城学園前に到着。成城学園前に到着です。どうでしょう、皆さん短く感じたでしょうか、長く感じたでしょうか。まあ、私やっぱね、あっという間だったなっていう印象ですね。特に千代田線を抜けたら本当に一瞬でついてしまったなという印象でした。なお成城学園前からの下り電車の接続は、まあ、向かい側にいることはなく、後の急行電車を待つ形となっております。ということで今回は常磐観光線、そして千代田線、小田急線を通しで走る電車の最短電車を紹介しました。この最短シリーズも2社を超えて3社にどんどん枠を広げていきました。今後もいろんな電車を紹介していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。